さあ続いてはビボーンのコーナーです。このコーナーでは宮崎で活躍する美容師の皆さんにヘアメイクで女性を美しく変身させてもらうというコーナーでございます。そして今月はですね、ちょっと特別バージョンでして、なんと2人の男性を変身ということですよ。どんな感じになるんでしょうか。それでは早速いきましょう。 VTR ビボーンに担当していただくのは宮崎市内に2店舗を展開するシャンプーボーイ。お店のネーミングからも男性客の割合が多く、その一方で若い女性から大人の女性まで幅広く人気を集めているサロンです。今日はこの2店舗から1人ずつお二人の男性を変身させてもらいます。まずは1人目、鈴木智之さん36歳。職業は漁業関係で魚の営業マンだそうです。担当するのは柳丸店店長の川原智之さん。女性は柔らかいスタイル、そして男性は大人っぽくクールに見えるスタイルを得意とされています。じゃあ今日はよろしくお願いします。今日のスタイルは、耳周りをすっきり切ったスタイルで2ブロックを入れていきます。で上の方はナチュラルに残した、あんまり短くなりすぎないスタイルになります。なかなか上の方まで刈り上げたりとか、こうがっつり短くしたくないっていう人におすすめなスタイルです。鈴木さんは本来の2ブロックよりも全体的に長さを残したソフト2ブロックに変身です。最初もう今短いんで、ちょっと整える感じで切っていきます。この形はちょっとこう丸顔な感じがするんで、こう長さをあんまり着てないんですけど、シルエット的にここにボリュームを持ってくると、こう動きが出てこっちに意識がいくんで、この顔立ちが気になりづらいかなって思いますね。さあカットが終了したら続いてはスタイリングです。今から、ハードワックスをつけていきます。だいたい量はこれぐらい取ります。まんべんなく伸ばしてもらって、髪の中間から毛先の方にこうぐじゃぐじゃっとつけてもらいます。このトップをつまんでいきます。でこの後頭部のこの部分、少し動きを出すと頭の形がよく見えます。ちょっと寝てきてもこう手ぐしをと入れてもらえれば動きが戻るスタイルになってます。さてさて、どのように変身したのでしょうか。こちらです。おーおー、いいリゾート感出ましたね。ポーズはいやいいですよ、セクシーですよ。サイドからのちょっとね動きも見てみましょう。動きがあって本当いいですね。遊び心があって、いつもこう安易に短くして髪の毛の量が多いからすくうっていうことの方が多かったんですけど、初めてこう2ブロック風な感じで挑戦してみて、また新しい自分が、発見できました。では続いて2人目、宮崎慎介さん36歳。職業は専門学校の教員、そしてサッカーチームのコーチもされているスポーツマンです。担当するのは宮崎駅前店店長の塩井川剛さん。お客様のなりたい自分プラストレンドを組み合わせ、オリジナルのスタイルを作り上げます。宮崎さんサッカーされてるんで、ある程度、試合中だったりとか練習の時だったりとか、簡単に、なおかつここのボリュームが多分気になると思うんですね。横と後ろの部分、ここもバッサリ落として、ちょっと七三ベースのスタイルで
ネオ2ブロックでちょっと切っていくのでよろしくお願いします。宮崎さんはサイドと後ろを大胆に刈り上げ、前髪は七三分けという新感覚の髪型、ネオ2ブロックに挑戦です。今回が結構横と後ろの方が伸びているので、最初ちょっと中の方を落としていきたいと思います。今回宮崎さんはこの辺の設定で行ってるんですけど、結構低めの位置から刈り込んでいくことも可能ですので、チャレンジしやすい髪型かなって思います。黒髪で今回作ってるんですけど、横と後ろががっつりいっちゃってる形なので、割とカラーなしでも生きれるスタイルになります。簡単アレンジなんですけど、濃いホイルを使って、だいたいこれぐらい切って手につまんでもらって、でホイルをこれぐらいのサイズのホイルを一回こう髪の毛に挟めてちょっとこうねじります。それを何個かちょっと今から作っていって、アイロンで挟んでいきます。熱伝導が良くなりますね。これでアルミホイルを使ってアイロンで挟むことによって形がつきやすくなります。熱の伝導が良くなるので、これも全体的に感覚よくっていうか、いい意味でランダムでいいので、適当でいいので、直毛さんっていうか、結構浮きやすいから、それが毛先が中に入りやすくなりますね。柔らかさが出ますね、曲線的になるので。今回ちょっとコテを使って巻きますね。最後にスタイリングをして変身完了です。さあどのように変身したのでしょうか。わー、かっこいい。おしゃれさんですね。ちょっと深めの強力ですけど、すごい爽やかいいですね。わー、表情がまた全然違いますし、表情結構似てます。表情違う、絶対こっちの方がいい。はい、今日初めてこういう髪型にしてもらったんですけども、私もサッカーのコーチをしているんですけども、新しいことに挑戦すると新しい自分に出会えるので、選手たちにもいろいろなことに挑戦しろって伝えれるなと思いました。シャンプーボーイでは初心の気持ちを常に忘れず、スタッフ一人一人の個性を生かし自分らしさをテーマに日々営業しています。ご予約お待ちしてます。はい、今月は特別バージョンで男性2人の変身でした、ね、なんか男性その女性みたいにメイクとかするわけじゃないので、そこまで変身って言ってもと思ってたんですけど、やっぱ髪型とそのスタイリングで全然印象変わりましたね。変わりますね。最初の魚関係の漁業関係の方の魚の営業マンの鈴木さんなんですけれども、ソフト2ブロック、ということだそうですけれどもね、ビフォーアフターの写真見ましたけれども、短い髪でどんな変化になるかと思ったけど違いますね。動きがこうやってあるとね、ワックスの付け方とか、男性結構参考になったんじゃないですか。いや、なりましたね。でもあれですよね、髪型をちょっとガッて変えたりとか、美容室行った後って、こう歩いてたらすごい視線を感じません？いや絶対それはもう本当に誰も見てないんですけど、なんかちょっと気になるみたいなのないです、男性もそうですか。やっぱ皆さんそうですね。もう自信が過剰な人みんなが揃ってるんで、そしてもう一方の宮崎さんなんですけれども、サッカーもやってらっしゃるということで、ネオ2ブロック、これネオというのは新しいとか新感覚という意味なんですけれども、サイドからの印象が全然違いましたね。後ろもこうねガッとこう言ってましたけれども、
ん、ハードでしたね。最初のがソフト2ブロックだったらもうハードな2ブロックでしたね。なんかあのビフォーアフターもそれこそもう別人のようにちょっと変わったじゃなくて、ずいぶん印象が変わりましたね。亜生さん挑戦してみたら。いや、もうでもかなり2ブロックですよ。ここガッて切って勝ってますもん、ここバリッと、はい、今日ちょっとナオトインティライミンね、そうちょっと寄せていってるわけなんですよ。自分で言うからね、入ってきてから、はい、こういう感じで、はい、やらせていただいてますけど、でもやっぱりね、その髪型一つ、あと思ったのがやっぱ切った後の表情が、人は変われるんですよね。すごいですね。ねえ、こっから上でも変われるってことがすごく自信って大切なのかなと思いましたね。まあ、ただあの美容室で切ってもらうじゃないですか、うん、でセットしてもらうじゃないですか、うん、二度とその髪型再現できないんですよね。あ、やっぱプロの技ね。やっぱプロの技ですからね。今教えてくださったみたいにしっかりとお家でどうやったらいいですかっていうのを聞いて学んで帰るっていうのもね、いい手ですしね。まず乾かすときに上からこうやってとか言うと、それちょっと自分家でこれ無理かなみたいな。頑張って頑張って、ね、まあでもお二方ともその新しい自分をっていうようなね言葉がまた出てましたので、女性も男性もなんかビボンのコーナーってこう気持ちが一緒なんだなと思いながら見ておりました。さあ、というわけでプレゼントいただいております。ビボンのコーナーから3000円相当のヘアケア商品をお二人の方にプレゼントです。応募方法番組の最後でご紹介です。そして皆さんも返信してみませんか。ビボンのコーナーでは出演者を募集しております。今日のようにですね、男性も OK ですのでね、ぜひご応募ください。以上お送りしましたビボンのコーナーでした。 CM の後はインフォメーションです。いいね、生まれ変わりたい ね、 髪型でやっぱだいぶ変わりますからね。モニターでチェックしない。